ベル・ショーズは北ネーデルラント出身の画家。ゴシックキパネルエ創世記の画家として、北ヨーロッパの最も重要な画家の一人で、初期フランドル派の最初期の画家でもある。ベル・ショーズは北ネーデルラントから、ブルゴーニュ対抗家に仕えるために、ディジョンへと移り、ブルゴーニュ公ジャン一世の宮廷画家並びに近似に、任命された。この地位のベル・ショーズの前任者は、ジャンマル・エルで、後任者は、 ヤンファンエークとなる。これ以前のベルショーズの生涯や業績は一切知られていない。ベルショーズはマルエルの助手を務めていたのではないかとも考えられており、この二人の作品が非常に混同されやすく、よく似ていることを指摘する美術師やもいる。残っている記録によると、ベルショーズの作品のほとんどがジャン一世からの依頼によるもので、他にも、 ディジョンの教会からの依頼で作成した作品もいくつか存在する。詳細に記された当時の対抗家の財産目録には多くのベルショーズの作品が記述されているが、そのうち現存しているものは少なく、現在ではわずかに2作品が確認できるだけとなっている。制度2の祭壇画部分拡大図、アラビア文字風の飾りがガリア人の異教徒と思われる人物の 中東風衣服に施されている。最も有名な作品は、パリのルーブル美術館に所蔵されている、セイドニの祭壇画で、ベルショーズが描いた他の作品同様に、ジャン一世からの依頼で描かれたものである。ジャン一世の父ブルゴーニュ公フィリップ二世が、一族の墓所として建設した、ディジョンのシャンモル修道院のために作成された。セイドニの生涯を描いた作品を、 完成させるために顔料を支給したという1415年5月の記録が対抗家に残っている。興味深いことにこの時の記録によると背景に描かれている金色の顔料は支給されていないことがわかっている。これらのことから、セ度ドニの祭壇画はジャンマル・エルの死去によって未完成になっていた作品をベル・ショーズが完成させたのではないかと考えられている。 1398年にマルエルが祭壇画を描くために5枚のパネルを対抗家から受領した記録があることも傍傷として挙げられる。円形の大ピエタ、ジャンマルエル、ルーブル美術館以上の仮説が正しければ、この作品はマルエルによって背景の金色はすでに塗られており、死体状態で未完成の精度にの祭壇画をベルショーズが完成させたことになる。 美術史家のジェームズ・シュナイダーとアルベール・シャトレは、セドニの祭壇画にマルエルが関係しているとする説を支持しているが、1961年に、フランス在住の美術史家、ニコル・レーノーが異議を唱えるなど現在でも、議論の的となっている。シャトレの説では、現在どちらも、ルーブル美術館肖像の、セドニの祭壇画とマルエルの作品とされる、円形の大ピエタは、1398年に、 対抗家から依頼された5枚の祭壇画のうちの2枚だとしている。さらにシャトレは、円形の大ピエタは、ベルショーズがまだ、マルエルの助手だった頃に描いた作品であり、作者が入れ替わっているのではないかと推測している。1420年4月に、ジャン一世は死去するが、ベルショーズは、時代のブルゴーニュ公フィリップ三世の下でも引き続き、宮廷画家権禁止の地位にあった。 対抗家の記録に残るベルショーズの作品は、僧霊の紋章の衣装など装飾用のものがほとんどだが、これは当時の宮廷画家の仕事としてはごく普通のものである。1425年と1429年に、現在ベルショーズの作品とされている2枚の祭壇画も依頼されていることから、宮廷画家としての職務から外されていたということもない。ベルショーズは、 最盛期には8人の助手、2人の徒弟がいた、大きな工房を経営していた。1424年頃には、放送家の娘アリクサン・レボーンと結婚している。1429年8月に、ベル・ショーズは、最後の給金を、対抗家から受け取った記録があり、以降その名前は、対抗家の記録。この時のベル・ショーズの給金は1426年に、比べてに、 三に減額されている。フィリップ三世はネーデルラントに滞在することが多く、そしてそこでは素晴らしい技量を持つヤンファンエイクが活躍していた。1440年にはベルショーズはすでにディジョンを去っており、その後1445年1月に死去している。ありがとうございます。